こんにちは、兄です。今日はですね、アルティメットルミナスを使っていろいろ遊んでいきたいなと思っております。でね、団地、これを使いたいんですけども、団地って言ったらね、フック星人ですよ。このね、フック星人の怪獣名鑑と、セブンね、ちょっとワイドショット打ってる、これしかないんだけど、これでね、まあ、うまい具合にね、ジオラマ風みたいなことが、できたらなと思って今頑張っております。で、ちょっとね、明かりは落として、撮った方がかっこいいかなと思ってやってるんですけども、まずはちょっとね、アップにしていきましょう。アップにしていって、ピントを、こうちょっとね、合わせながら。で、やっぱりね、これは、その配置が大事だよね。配置が大事で、フック星人ね、本当はもう1個欲しいんだけど、2個しかないんで、ちょっとしょうがないですね。で、団地をこうね、配置して、結構これでもいい感じかな。で、ライティングが良くないね。ライティングが良くないから、ちょっとどうしようかな。この辺から、こんな感じで iPhone のライト使って、そうだね。なんか違うな。団地の高さがね、もうちょっと欲しいんだよね。手前を高くしたい。これぐらいな感じで、少し高低差を出して、今ね、下、ガシャットをね、引いております。で、もうちょっとこれぐらいの方が、ちょっとライトがあれかな。ライトが、わざとらしすぎるかな。で、成人、よいしょ。奥行きを出すためにね、ちょっと奥の方に団地を置いて、どうかな、こんな感じで。少しカメラの位置をずらして、ライトをちょっとやめよう。ライトをやめて、こんぐらいな感じがいいかな。で、ピントを合わせて、ちょっと団地を、これぐらいかな。団地って結構規則正しく、あれだよね。配置されているっていうか、そんなになんか変な配置にはなってないよね。だいたい一列に並んでたりとか、L 字とかそんな感じだもんね。こんな、どうでしょうか、この感じ。ちょっとあれだね。ピントが奥まで合わないから暗いから、フック星人がピントちょっとね、甘いんだけども、セブンに合っちゃった状態ね。これ今回転するやつだから、回転させてみよう。いきます。よいしょ。さあ、どうでしょうか。この感じ。悪くないね。なかなかいいんじゃないかな、これ。楽しいね、これ。ライトを外しちゃうとちょっと暗すぎるよね。こう、やっぱり少しライトは必要だよね。こう当てとかないと。いやー、いいですね。名鑑買ってよかったわ、これ。ウルトラマンをちょっと団地をね、前にしてセットすると、こんな感じで、どうでしょうか、ピントは団地じゃないの、ウルトラマンにはないと。こんな感じかな。どうでしょうか、これ。ちょっと回してみる？ゆいっと。こんな感じで、ウルトラマン。団地がね、やっぱりちょっと圧倒的に足りないよね。3個では厳しいものがあるけども、なかなかいいんじゃないかな。やっぱちょっと明るくしすぎると、目の発光が分かりにくいか。これぐらいな明かりがいい。どんぐらいがいいだろう。こんぐらいかな。こんな感じはどうでしょうか。ああ、やばいやばいやばい。崩れた。崩れちゃったな。よいしょ。暗すぎるとね、ちょっとウルトラマンのお姿が分かりにくいんだよね。よっと、こんな感じかい。かといってここまで暗いと分かんないか、やっぱこのぐらいの感じかな。難しいね、ライティングって。これぐらいの薄暗さで見るといかがでしょうか。ギリギリ発光も分かってみたいな、そんな感じかな。うん、よし。じゃあ次は何して遊ぼうかな。次なんかね、他のことして遊ぼう。男なら